活してから今まで敗北を味わったことがない。キアヌ、あなたの強さは、オット、ケビン、ギュランダルと比べてどうなの？自分の力を思い知れ、バカ者。みたいだね。なら私を見つけられる？いいでしょう。私は公平を重んじるタイプ。あなたが槍を使う、私も使わせてもらう。心から、これは槍じゃない。同じだ。
を見せてあげる。これでも食らえ。来なさい。少しは落ち着いたかな、キアナ。ほら、これが私とあなたの実力の差なの。あなたは私に勝てない。勝てないんだ。何の意味がある？その結果に何の意味をもたらす？この世界に必要なのは私の力で、私の方だ。あなたが負けるのは当然のことなの。私がいる。キアナ、あなたが私に与えたダメージは瞬く間に回復する。けどあなたはどう？傷が増える一方だし、忠告するよ、キアナ。全部そうだね。でもここは現実じゃない。あんたの意識空間だ。だから私に勝てる隙があるとでも？寝言は寝てから言いなさい。
ない。それは私が手加減したからだ。ちゃんと言うことを聞きなさい。くそくそくそ。あなたたち、このバカ、たわけが。どうして邪魔をする、あの役立たずを助ける、どうして。そもそもあなたたち愛者のくせに、これは委員長の。キアナ、力を抑えて教えたことを思い出すの。神なるもの、天下の極みなる万事に妙にして剣を持ち、剣を持って話すべからざる者なり、退去剣気シウムーン。律者は私に任せなさい。元凶はもうすぐ解除される。もう帰って。今回はおそらくさようなら。待って委員長、他にも方法が。そうかもしれない。しかしこれが私の使命。私はたくさんの裏切りと嘘を味わいました。委員長、
私は嘘をつかないよ。律説はここまでのようです。信じてくれた人も私のせいでいなくなりました。私は強いからそんなの心配ないよ。どれだけ努力しても歳月の流れにはかないません。結局私は一人ぼっちです。一人ぼっちにさせないから。うるさい。ならもう一度倒せばいい。私から逃げるなんて許さないから。おかしい。なぜ私は負けたの？力も速度も、精神力も弾力も。私が律者だから。失敗するのも運命なの？気づいたんですね。当然、いくら自分を騙そうとも、力を全部使った時に、いや、もっと前から、気づくべきでした。でも認めたくなかった。私は意識を操る律者。何かを否定するなんてたやすいことでしょ？たやすいはずだった。結局最後までなりたかった人は私じゃない。倒したい相手こそ私だった。私この世界に公平なんてない。そうでしょう？律者に生まれたのは、あなたのせいではありません。崩壊の意識はずっとあなたの心の中で、あなたを染めようとしていました。しかし、あなたが屈することは一度もありませんでした。私もそこにいたから、わかるんです。あなたが邪悪の化身、崩壊の傀儡でないことを知っています。私はこの体を捨て、あなたはその中から生まれました。この体はあなたのものですが、今はまだ渡せません。ごめんなさい。私を必要とする者がまだいるんです。やるべきこともまだ残っています。あなたの精神はもうボロボロだってこと知ってるでしょ？もし私が死んだら、あなたも死にますよ。ええ、知っ
崩壊の意識がまだ私たちを見ていることも知ってますよね。今のあなたが体の主導権を握ったとしても、崩壊の侵食に抵抗できます？律者の力に耐えられます？全力で抗ってみせます。だから、力を貸してほしいんです。ありえない！力を貸してほしい？バカじゃないですか？貸すわけがない。死ねばいいんです。同じ体を共有する？考えるだけでも虫唾が走る。私は負けた。あなたこそが不可。私は誰でもない。もう二度と会うことはありません。さようなら。私はここを去ります。止めることなどできません。どこに行くんですか？あなたには関係ないでしょ。私がどこに行こうが、私の自由です。私は意識の律者ですからね。二度と出会うことがないよう、せいぜい祈っておいた方がいいですよ。ありがとう。あなたのためじゃありません。何かしたいならすればいい。私とあなたはもう何の関係もない。じゃあね。体がなければ、崩壊の侵食はますます苛烈を極めますよ。全力で対抗します。たとえ負けたとしても、私に勝てる人がいると、私は知ってますか？それじゃあ。